元元遺伝子チロシンプロテインキナーゼ SRC は、人において SRC 遺伝子にコードされる非重要体系、チロシンキナーゼタンパク質である。元元遺伝子 CSRC あるいは単に CSRC としても知られている。このタンパク質は、他のタンパク質の特定のチロシン残基をリン酸化する。CSRC チロシンキナーゼの活性の上昇は、 他のシグナルを促進することによって、がんの進行と関連していることが示唆されている。CSRC は、SH2 ドメイン、SH3 ドメイン、チロシンキナーゼドメインを含んでいる。CSRC は、細胞性 SRC キナーゼの略であり、C マッタン、SRC キナーゼと混同してはならない。CSK は、CSRC の C マッタンをリン酸化し、 src を不活性にする酵素である。csrc は、非需要体系チロシンキナーゼの中で広く研究されている酵素である。src は、J. マイケル・ビショップとハロールド・バーマスによって発見された、チロシンキナーゼをコードする元元遺伝子である。この業績によって、ビショップとバーマスは1989年のノーベル、生理学、医学賞を受賞した。csrc は、 SRC ファミリーキナーゼと呼ばれる、非需要体系チロシンキナーゼのファミリーに属する。この遺伝子は、ラウスニクシ臭ウイルスの VSRC 遺伝子に似ている。このがん遺伝子は、肺発生及び細胞成長を制御する役割を果たしている。この遺伝子に高度されている、タンパク質は、チロシンキナーゼであり、その活性は、CSK によるリン酸化によって阻害される。 この遺伝子の変異は結腸癌の惑星化に関与している。この遺伝子関して同じタンパク質を高度する2種類の転写変異体が見つかっている。1979年、J. マイケル・ビショップとハロルド・バーマスは正常な鶏が VSRC と構造的に禁煙関係にある遺伝子を含むことを発見した。この正常な細胞遺伝子は CSRC と呼ばれた。 この発見は、癌が外的な物質によって引き起こされるというモデルから、細胞中に正常に存在する遺伝子が癌を引き起こすというモデルへと、癌に関する考え方を変化させた。現在は、ある時点において、ソセムウイルスがその細胞ホストの C、SRC 遺伝子を誤って組み込んだと考えられている。そのうち、この正常遺伝子は、ラウス肉臭ウイルス内で異常に機能する。 がん遺伝子へと変異した。がん遺伝子を鶏に導入すると、がんが引き起こされる。SRC ファミリーキナーゼには、CSRC、ES1、フン、FGR、リン、BLK、HCK、LCK の9種類が存在する。これらの SRC ファミリーの発言は、すべての組織並びに細胞種全体で同じではない。SRC、フン、 イエスはすべての細胞種で、偏在的に発現しているが、その他は、増血細胞において一般に見られる。CSRC は、SRC ホモロジー4ドメイン、固有領域、SH3 ドメイン、SH2 ドメイン、触媒ドメイン、短い調節末端の6つの機能領域からなる。SRC が不活性状態の時、527番目のリン酸カチロシン元は、 sh2 ドメインと相互作用し、これが sh3 ドメインとリンカードメインの相互作用を助けることによってしっかり結合した不活性ユニットが保たれる。CSRC の活性化はチロシン527の脱リン酸化を引き起こし、これによって構造が不安定化し、sh3 ドメイン、sh2 ドメイン、キナーゼドメインが広がり、チロシン416がリン酸化される。 CSRC は接着受容体、受容体系チロシンキナーゼ、G タンパク質協約受容体、サイトカイン受容体を含む多くの膜貫通タンパク質によって活性化される。ほとんどの研究は、受容体系チロシンキナーゼについて調べており、これらの例としては結晶板由来増殖因子、受容体経路や上皮成長因子受容体がある。SRC が、 活性化されると、生存や血管申請、増殖、新順経路を促進する。CSRC 経路の活性化は、血腸、肝臓、肺、チブサ、膵臓の腫瘍のおよそ50%で観察されている。CSRC の活性化は、生存や血管申請、増殖、新順経路を促進するため、癌における腫瘍の異常成長が観察される。 共通の機構は CSRC の持続的活性化を引き起こす CSRC の活性上昇あるいは過剰発言をもたらす遺伝子変異である。CSRC の活性は結腸癌において最もよく特徴づけられている。研究者らは SRC の発言が全癌ポリープにおいて正常粘膜よりも5倍から8倍高いことを明らかにしている。 CSRC レベルの上昇は、主要の進行ステージや、主要の大きさ、主要の悪性度と関連していることも、明らかにされている。e g f アは CSRC を活性化するが、EGF も CSRC の活性を上昇させる。加えて、CSRC の過剰発言は、e g f アが媒介する過程の応答を高める。したがって、e g f アと CSRC はどちらも、 互いの効果を増強する。CSRC の発言レベルの上昇は、正常組織と比較して人乳がん組織で見られる。人上皮成長因子需要体2の過剰発現は、乳がんにおける予後の悪さと関連している。ゆえに、CSRC は、乳がんの悪性化において、重要な役割を果たしている。SRC ファミリーキナーゼの SRC、リン、FGR は、 悪性前立腺細胞において、正常前立腺細胞よりも高度に発現している。初代前立腺細胞を、リンの阻害剤である、KRX-123 で処理すると、細胞は、インビトロで増殖、有層、新順脳が低くなる。したがって、チロシンキナーゼ阻害剤の使用は、前立腺がんの進行を弱める方法となりうる。 CSRC チロシンキナーゼを標的とする、数多くのチロシンキナーゼ阻害剤が、治療薬としての使用のために開発されている。注目に値する例が、慢性骨髄性白血病並びに、フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性、白血病の治療薬として承認されたダサチニブである。ダサチニブは、非法治筋リンパ種、悪性乳がん及び、 前立腺がんに対する臨床試験も行われている。臨床試験が行われている、その他の治療新規ナーゼ素外薬としては、ボスチニブ、バフェチニブ、AZD-530、XLL-999、KX01、XL228 がある。SRC は、以下のシグナル経路と相互作用することが明らかにされている。ありがとうございます。